来年度予算の政府案が今日決まりました。その規模は世界金融危機と景気の後退に対応するために過去最大となっています。今夜は予算編成を終えたばかりの中川財務金融担当大臣へのインタビューを交えながら、今後の問題点や課題を考えています。それではその前に来年度の予算案を簡単に整理しています。まず一般会計の総額は88兆5000億円と過去最大規模となりました。これを歳出面から見ますと、政策を実行する経費にあたる一般歳出が51兆7000億円と今年度当初予算と比べ大幅な増加です。また地方財政を補填する地方交付税なども増加、借金返済に回す国債費は今年度並みです。一方歳入面から見ますと、税収が46兆1000億円と7兆円以上も落ち込むとしています。この財源不足を補うために国債の発行を33兆円余りまで増圧します。そしてその他の収入は特別会計などからおよそ9兆円をかき集め、財源の穴埋めに使う方針です。このように来年度予算編成は新たな借金を大幅に増やして歳出を大きく膨らましています。その意味でこれまでの歳出削減路線を転換し、景気刺激に軸足を置いたものとなりました。それでは中川大臣のインタビューをお聞きください。来年度の予算編成は過去最高の規模になりましたですね。一方で第二次補正予算も編成しました。予算編成後の率直な感想をお聞かせください。この日本の経済金融の厳しい生活雇用情勢をなんとか予算だけじゃありませんけれども、いろんな施策総合的に総動員してなんとかこの、景気回復の麻生内閣の一番の目標を達成したいですね。今回の予算を見ますとね、その雇用それから生活、はい、あるいは社会保障を含めてどんとお金を出しました、はい、だけれどもその定額給付金という問題があって、急いで支給しなきゃいけないっていう要件もありましたけれども、やっぱり所得制限をつけて困ってる人に集中してお金を出し、あるいは余ったら本当に必要なところに回すべきではないかと、こういう批判がありますね。これはどういうふうにお答えになりますか。ここに来てその、きっかけ的にはアメリカ、ヨーロッパ、中国等の急速な経済の悪化、日本経済が輸出頼りである、頼みであるという中で、この輸出産業を中心にですね、製造業の特に急速なのは大企業、中堅企業で、これは裾野が広いですから、ここでやっぱり雇用あるいはまた生活を守っていくという意味で、私はさらにこの定額給付金を早急にお支払いをするということは、私はますますその意味というものはね、強まってきて効果があると思ってます。ただご指摘のようにばらまきではないかとか、自治体に手間をかけているのではないかというご指摘はご指摘として、その通りだろうというふうに思います。あともう一つ大きな塊として、道路特定財源の一般財源がありますね、はい、で大半がですね、やはり道路もしくは道路関係の方にお金が回って、骨抜きじゃないかという厳しい批判もありますね。国地方を挙げて徹底的な無駄の撲滅もやってますしね、他方やっぱり真に必要な道路っていうのも必要ですし、それからだんだんこれは日本も政治化していくと、道路に限らずインフラのこの更新といいましょうか、老朽化という問題、あるいは道路の維持管理の問題、これにかなりのお金が必要になってきますんで、道路にお金を使うのは花から無駄であると、聖域であるということでは必ずしもないと、きちっとこれはチェックしながらですね、必要な予算は使っていかなければいけないと思ってます、今回の予算編成の全体像を見てみますとね、やはり特別会計の積立金などを使って財源の穴埋めをした結果ですね、本来は借金返済に回すべきお金がなくなって、かえって財政が悪化するということになったんじゃないでしょうか。本来であれば私も、そこまで、手をつけたくないというふうに思いますが、やっぱり社会保障とかですね、さっきの2200とか2分の1の問題とか、
行った時には臨時例的に少なくとも今年はですね、もうそれに、そこからのやりくりをしないと、もうあと他のところの政策予算を持ってくるっていうことも、これもできませんのでね、どれも大事な予算ですから、切り詰めて切り詰めて、その上で臨時異例でですね、これをやらざるを得なかったということで、まあ理屈そもそも論から言えば決して胸の張る、張れる話じゃございませんけれども、とにかく今が暮らしもあるいは経済も、もう金融も本当に厳しい、戦後少なくとも戦後初めてのお金が回らない、あるいは雇用が極めて悪化するという状況に対応するためには、これはもう政治判断としてやむを得ないというふうに思って、この編成をいたしました。景気対策ってかなり重要だと思うんですが、はい、まあ、減税でいうとまあ1兆円、そのもろもろの景気対策ありますけれども、これは効果がどの程度見込めるとお思いですか。それからもう1点、今回の減税対策の中で、まあ、住宅ローン減税を拡充しているわけですけれども、これはやっぱり金持ち優遇ではないかという批判がありますね。これはどう受け止めますか。まあ、住宅ローン減税史上最高の額、600万円まで定額控除をやりますよという数字というのは、もちろんその、かなり立派な家というご指摘は、それは必ずしも間違いじゃないと思いますが、やはりお金を今みんな使うことをためらってるという、この今の経済金融情勢ですから、金融機関も経営はしっかりしてるんだけれども、中小企業でも資金繰りに非常に困ってるとかですね、そういったその何か経済活動をすることによってお金が動いて信用創造が生まれていくという意味で、私は住宅ローン減税というのは意味のあることだろうと思っております。そのじゃあ全体で見た場合に、今回の景気関係の対策っていうのは、日本の景気後退に歯止めをかけたり、あるいは緩和したりする効果ってどのぐらいあると思いますか。中小企業向けの法人税の減税も一層やりますし、なんといっても今回の麻生総理の生活防衛の柱は出産ことだ子育てですけれども、出産については検診費用はもう実質多分負担ゼロにと、あるいは通常の出産であれば出産費用も全額、これは国が見させてもらえますよとかですね、きめ細かい、まあ、子育て、あるいはまた弱者対策、今の家に住む問題にしても、あるいは仕事がなくなっちゃった人たちに対しての資金の低利融資の問題にしてもですね、全体をぜひ見ていただいて、その中で全体としてメリハリを効かせているとご理解をいただければありがたいなと、うん、景気が急速に悪化して税収がドーンと落ちてますね、はい、しかし歳出は増やさなきゃいけないと、まあ、借金も33兆円ということなんですが、そのかねてからの目標である財政再建というのは大丈夫なんですか。